はい、こんばんは、はるけです。今回はエンドオブアンエラ SBC 予想選手になります。アルティメット TOTS 期間にですね、来てほしい、そんなエンドオブアンエラの選手たちを今回紹介していければなと思います。まあ、エンドオブアンエラっていうのはですね、時代の終わりということで、こう一時代を築いた選手たちがですね、まあ、退団だったりとか、あとは引退を受けてですね、これらの功績を称えると、そういう風なちょっとこう SBC なんですけれども特別なカードになってますね。まあ、今作過去作でもですね、様々なエンドオブアンエラのカードはありましたし、前作はですね、このアルティメット TOS の期間にですね、ブスケツが登場をしていましたので、今作も非常にまあ有名な選手たちが来るんじゃないかなと思ってますね。で、今回もですね、多くの予想選手たちをその中で紹介していければなと思います。じゃあそれでは早速紹介をしていきます。まずはですね、ロイスですね、ロイス、まあエンドバンエラという風なことで、ロイスの、ね、予想っていうのは非常に多くて、ですね、まあ、多くの方がこのカードを望んでいるんじゃないかという風なことですね。やっぱりロイスぐらいの、選手っていう風になるとね、エンドバンエラはまあ、ほぼ格で来るんじゃないかなと思いますし、アルティメットの期間かね、わかんないですけれども、やっぱり今作中にはね、出てくるんじゃないかなっていうふうには思います。でもちろんそれこそね、早ければ早いほどね、出てくるのいいと思いますし、まあロイス好きな方もね、多いんじゃないかなと、そういうの感じますんで、ぜひね、このアルティメット TOTS で来てほしいなというふうに思いますね。あとはやっぱりね、強さっていう風なところでも S の一幕がですね、スキル5逆足4で来てまして、能力も95だったんで、まあ55でこの予想の97ぐらいの選手でやっぱり来てほしいなという風に思いますね。で、そして続いてはマルシャルですね。エンドオブアンエラという風なことで、まあ、ユナイテッドを退団するという風にね、もう発表され、ましたので、まあ長年ね、在籍をしていたクラブからの対談ということで来るんじゃないかというふうなことですね。まあ、今作ね、 FC24 でもマルシャル1回も多分特殊来てないかなと思いますし、まあユナイテッドでもあんまりね、試合出てないなと思いますんで、ロイスとかほどね、こうエンドバイラーほぼ格で来るんちゃうかとは言いにくいけれども、まあただ来るとやっぱり強い選手にはなるんじゃないかなと思いますね。基本的には過去作でもマルシャル結構強かった ST 選手になりますんで、ぜひね、 SBC で個人的には期待をしてますね。で、そして続いてはエンドバイラートニークロースですね。クロース、まあクロースはもう正直ねえ、ほぼ格ってか、もう絶対出すべき選手かなと個人的には思います。まあロイスと同じぐらい、もしくはそれを超えてくるような、期待値、強さにはなるんじゃないかなと思いますし、やっぱり出してほしい人っていうのは多いんじゃないかなと思いますね。まあそれこそ RTTF かなのカードがめちゃくちゃ強いですし、まあそこからのアップグレードもね、まだ最後に残ってはいますんで、まあそれを超えてくるようなカードになるんじゃないかなと思いますね。だから RTTF のカードがね、アップグレードされてからエンドバンエラーかなって思ったりするんで、ワンチャンこの人もね、アルティメット S 終わってからというか、それ以降になるかもしれないんですけど、ただやっぱり早く来てほしい人多いと思うんで、アルティメット S の間に来ると結構盛り上がるんじゃないかなって思いますね。まあそれこそ TOTS のね、クロースなんかを期待していた方は多かったでしょうし、その中でじゃあ来なかったっていう風なことになりましたんで、このアルティメットの最終週でエンドバンエラクロースっていうのはぜひ来てほしいなと、思いますね。で、そして続いては個人的な、予想になります。こちらになります。まあ自分が挙げるとしたらこの7名ですかね。エンドバンエラというようなことで、エンバペ、ボヌッチ、チアゴシウバ、ベンイエデル、ナチョ、あとはハセベ、ムニアインですね。まあ彼らも長年在籍をした、クラブから退団、もしくは引退という風な選手たちになってますかね。まあバペに関してはね、PSG から退団という風なことで、結構長く在籍をねしていたかなという風に思いますし、ちょっとこう一時代が終わるっていう風な、意味で言っても全然来てもおかしくはないのかなと思います。ただバペね、やっぱ S のバペも敗走されることになりますんで、アルティメットってなる
と、まあもうちょっと後なんかなっていうふうに思ったりは、うん、しますね。ただやっぱりかっこいいんで、ここにあげました。で、ボヌッチに関しては引退でしたかね。に、なるかと思いますので、この選手もですね、それこそ過去作では Y だったりとかにも選ばれていた、そんな選手になりますんで、本当に一時代を作ってきたセンターバックのね一人かなと思いますんで、まあ来るにふさわしいかなと思いますね。でまたチアゴシューバに関してもですね、やっぱり一時代築いたセンターバックになりますし、まあ引退ではないと思いますけど、退団かな、チェルシー退団っていう風なことで、まあ少しエンドバンエラ選ばれても全然おかしくはないのかな。この選手も結構予想をされていましたので、うん、まあ個人的にも好きな選手になりますし、来てほしいなと思いますね。過去作でもね、結構強化カードが強くはなってますね。今作はちょっとね、あんまり強いカードが来ないんですけれども、まあエンドバンエラでね、強くねなってほしいなと思います。でまたベネデルに関してもですね、退団かな、モナコ退団という風なニュースも出てますので、まあ、どっかビッグクラブにね行くかもしれないですけれども、やっぱり長年モナコにね、いてますし、モナコのエースとしてずっと活躍をして、ます。その中でね、FIFA という作品の中でも S 何回も選ばれたりとか、本当にこう強い ST 選手に、なってますので、まあ、その中で今作、ね、S には選ばれなかったですけれども、全然選ばれてもおかしくなかったかなと思いますんで、まあ、その中でアルティメット TOTS と同時に、うん、エンドバイラー来てほしいなと思いますね。であとはまあナチョですね。ナチョも引退ではないかな、レアル退団という風なことになるかと思うんですけれども、まあこの人も本当にずっとレアルを支え続けてた、ちょっとこう影の立役者みたいなね感じかなって自分的には思ってますんで、まあその中でエンドバイラー全然来るにふさわしいと思いますし、なんかマイアミに移籍するとか、まあどうこうなんか移籍の噂ねありますけれども、レアルから退団してもですね活躍してほしいなと思いますね。でそしてあとは長谷部ですね。長谷部はまあ引退になるんですかね。フランクフルトでねずっとシーズンを過ごしまして、まあ長いこと在籍をしていたかなと思いますし、まあ本当日本代表のねキャプテンとしてもずっと活躍をしていた選手になりますし、まあ本当これは日本人としてやっぱりエンドバンエラー来るべき選手になるかなと思います。まあそれから世界的に見ても、うん、エンドバンエラー全然来てもおかしくはないかなと思いますんで、まあ S 環境の中にですね一気にこう強い長谷部がね出てくるっていうのも見たいなと思いますので、ここに挙げました。であとはムニアインですね。まあこの選手に関してはビルバオかな、アスレティックビルバオからの退団という風な、ことを言われてはいますし、まあ、本当それこそこの人に関してはアスレティック一筋というか、もう本当にずっとアスレティックにいた選手に、ねなるかと思いますんで、まあ十分エンドバンエラー、うん、来てもおかしくはないのかなと思いますね。本当にドリブル的にはしやすい選手、ゲーム的にもこう使いやすい選手になりますので、強化されてね強いムニアインというのを見てみたいなと思いますね。こちらがエンドバンエラー時代の終わりの SBC 予想選手になります。ぜひねこの中から誰か、来てほしいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。Now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can